星野源のオールナイトニッポンスタッフ反省会です。お願いいたします。お願いいたします。3回目です。今日は、はい、すみません、3回連続となってしまいました。ディレクターの落合です。で、初めて初参加の、作家の宮森です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もありがとうございました。いつもこれ落合君が進行してるんですか？そうですね。あ、寺坂さんですね。あ、これはそうなんだ。僕はあんまり進行が進行がいないんだね。苦手なんですけど、そう、スタッフの反省会をやっていこうという YouTube です。放送を受けてね。はい。でも今日反省しないといけないことは、俺はもう心当たり2つしかないけど。僕はそうですね。あれですね。僕自身は1つです。落合君は多分2つある。それプラス1個ある。僕は YouTube じゃなくて、YouTube? ブロードウェイ、ね、ブロードウェイね。セリフをすっ飛ばしてしまって、そう。ただクイズを考えてたっていうのが、クイズを考えてて、もうセリフを飛ばしてしまった。そう、1個のことしかできないのがよく分かりましたね。そう。だから落合君がセリフを言わないと、僕もセリフを言えないから、あそこでね、止まっちゃったんだよね。そう。あ、今なんか寺坂さんが何かを言って帰りました。帰りましたね。まあまあいいです。別に帰る。で、もう一個何でしたっけ？もう一個は星野さんがおすすめする作品を我々が全然見てないっていう、見たりやったりしてないっていうのは。そうでした、ね、ゼルダね。ゼルダはでも僕明日やろうと思います。この放送の次の日にやろうと思ってます。ずっと気になってみたんで楽しみですね。やってやります。俺は多分やらないからゲームがね、ちょっと僕はゲームを自分にちょっと禁じてしまってるんで、あの本当に仕事をやらなくなる。あのゲームで受験勉強を失敗してるからあのプロサッカーチームを作ろう2かなを受験勉強の時にちょっとハマっちゃって、面白すぎるあまりに、面白すぎてもう一切勉強しなくて浪人してますから。まあでもそれはゲームのせいじゃないです。いや、ゲームよ、マジで。宮森さんのせい。寝ずにやってたから。そう、いや、俺のせいよ。だから多分やっちゃう、ゲームを始めちゃうと、買っちゃうと、もうブローウェイドウェイとかも本当に書かなくなると思うし、それは困りますね。だからもう分かってるの、自分で、はい、絶対やらなくなるなっていうのを分かってるから、もうちょっと申し訳ないけどちょっとやれないですだそうですでもちゃんとアニメとかは見てるからね。はい、おすすめされた響けユーフォニアム見ました。はい、ワンツー劇場版も見ました。あとデッドボールも見ました。ワンツー白箱も見ましたよ。白箱があれだよ、ミヤモリって呼ばれてるの。白箱が由来だからね。白箱の主人公がミヤモリさん、ミヤモリって呼ばれてるのを家にしたことがありますね。ちょっとそれもちゃんと見ましたし、はい、おすすめされたから。煙草も見ましたよ。何のことか分かってないでしょごめんなさい。で、あれ、ゲームもね、デトロイト・ビカム・ヒューマンとか、はい、あの多分スパイダーマンもね、おすすめされてたと思うんですけど、はい、あのやってないんですけど、あのプレステ持ってる友達の家に行って、はい、後ろで見させてもらいました。見てそれはあの言わせてください、はい、見ました。だから、ゼルダもあの見させて来週、はい、そしたら持ってこれるやつ持ってこれます、持ってこれます。ゲームキューブ、はい、ゲームキューブスイッチです。あ、スイッチ、あ、ごめんなさい知らないんで、スイッチじゃあ持ってきてもらって、はい、多分寺坂さんもやらないから来週までにね。だからみんなの前でちょっと落合君がやってみせてください。はい、そしたらなんとなく雰囲気つかめるから。そうですね、楽しみなんですよ、結構。明日、はい早くやりたいですね。なんか話聞いてたらすごい面白そう。はい、だって謎解きとかがあるんでしょ。そうらしいです。絶
対やる、仕事やらなくなるわ。もうやらない。それは別にゲームのせいじゃないですか。やれないよ、僕は。その話、楽しみです。他の作品は見ますから。あの、はい、テッドラスト。テッドラスト。テッドラスト。テッドラストは見ます。僕も見たいです。テッドラスト見ます。はい。見ましょう。皆さんも見ましょう。テッドラスト。はい。というわけで、はい。こんな感じでいいんですか？長々と喋ってしまいましたが、スタッフ反省会でした。ぜひ、Spotify、ラジコでも本放送よろしくお願いいたします。お願いします。ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いいたします。では、第3回スタッフ反省会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。